ショーン・キングストンはアメリカ合衆国出身の歌手。フロリダ州のクリアウォーターに生まれ、ジャマイカのキングストンで育つ。2007年夏には、ベン・イー・キングのスタンドバイミーのベースラインをサンプリングしたビューティフル・ガールズをリリースし、アメリカのビルボードホット100の1位を3週にわたり取り続け、UK シングルチャートの1位にもなった。同じく、メラブでは、レッド・ツェッペリンの1973年のアルバム、ハウジズ・オブ・ザ・ホーリーに収録されている D やマック・イヤールをゆるくサンプリングし、オーストラリアにおいて、ファーギーをしのぎ1位となった。さらにこの曲は、カナダのカナディアンホット100において6週間もの間3位に残り続け、ビューティフル・ガールズに至っては、2007年の間他のどの曲より最も長く1位の座についていた。ショーン・キングストンは、ジャマイカでは国民的人気を誇るブジュ・バントンと親戚関係。2007年8月にはアメリカのケーブルテレビ番組をギャバギャバにおいて2007年のグエン・ステファニーのツアーに前座で出ていたことを明かした。2019年2月、日本出身のラッパートモロがショーン・キングストンを来日させた。ありがとうございます。